ナタニ・エリン・モルは、修正シオニズム活動家。レヒの指導者。イスラエルの政治家。後年、彼は、徹底的な平和主義者となり、アラブ・イスラエル紛争における PLO との交渉を、支持し、大きな情報案を提示するなどしている。フリードマン・イエリンは、ロシア帝国のグロドノに生まれた。彼は、ワルシャワ工科大学で工学を学び、ポーランドで、ベッタルト、 イル軍に参加した。1938年から1939年の間、彼はアブラハム・シュテルンと共に、ポーランドのイル軍の新聞であるディタとの共同編集に参加していた。彼は、シュテルンと共に、当時イギリス統治領だったパレスチナに、密か移住し、レヒに入団した。1941年12月、彼はナツスの代表に会い、 イギリスと対立するナチスの力になる代わりに、東欧のユダヤ人の多くを解放する交渉を行うため、トルコに向かうことを決めた。彼の作戦は、彼がシリアで拘束されたことで頓挫してしまった。本国へ送還された後も、彼は19人の仲間と共に70メートルのトンネルを掘ったラトルンで、イギリス当局に拘留されたが、1943年には脱走した。 アブラハムシュテルンの死後、彼は、レヒの三党体制のリーダーの一人となり、レヒの思想の指南役だったイスラエル・エルダード、作戦を指揮したイツハク・シャミルと方を並べる存在となった。イェリン・モルは、レヒの政治的な利益を図った。1949年の写真。中央が、ナタン・イェリン・モル。釈放後、アッコ刑務所の前で、レヒ構成員の指名手配写真。 右端の人物が、イエリン・モル彼は、ウォルター・モイン殺害計画の発案者の一人だった。彼はイギリスへの反発を国際的背景に見て、パレスチナ・アラブ人や、他のアラブ人など、反植民地主義者の力を借りて、共同作戦を行うことを衝動した。デールやシーン事件の後、彼は、エルダドとは対立することになった。1948年に彼は、 戦闘者リストという政党を立ち上げた。そして、政党は、クネセと選挙で一議席を獲得し、彼は、当選を果たした。1949年から1951年まで、彼は、国内問題委員会のメンバーとなった。1949年、彼は1948年の国連大使のフォルケ、ベルナドッテの暗殺事件について、有罪判決を受けた。 しかし、彼の政党が議席を得たことで、彼は、特赦を受けた。1949年に彼は、パレスチナの分割について、祖国を物々交換に出すようなものと批判した。そして、パレスチナ人の帰還権利については、反対した。後に彼は、サハよりに向かうこととなり、それによりの外交政策を主張したため、一部の、モトレヒ軍人らは、 ソビエト寄りの姿勢に戻った。彼はまた、新規一転する形で構成を、パレスチナ人との和解と PLO との交渉の、働きかけに捧げた。A.B. デイビス、ブライアン、ナタミ、エリン・モア、アンサーズ・ r s c o m 2008年6月6日閲覧。イスラエルの地のユダヤ人、イスラエル国家の大義語 A.B.C. シンドラー、コリン・ザ・ラント・ビヨンド・プロミス。 イスラエル、リクードザシオニストドリーム、アイビー・タウリス、ピアニッシモ、ピアニッシモ、182から183、ISBN1 億8606万 4774X ハット・シャビト、ジェイコブ。 ヤカブシャビト、ザニューヒーブルネーション、エースタディーインスライリーヘルシーファンタジー、ラウトレッジ、ピアニッシモ、P148HTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.COUNTERPUNCH.ORG スラッシュ ABOUREZK06062008.htmljamesaboUREZK。ネームザットテロリスト、 カウンターパンチ16-2008ありがとうございます。